さん、近藤さん。いや、2番目はさすがに高いです。ちょっとお話を聞きできるかも。そうですね、胴体です。次の動画で流れるんですけど、これは今新しいこのスタブルから、あ、はい、後ろがスパイクローラーっていう。かごとかやっぱりサイド性が、3キロ、4キロいかないぐらいです。ありがとうございます。
できるようなものとなっております。で、以前の私の地域の冷凍システムは、いくらその設定画面が英語表示のものが残っていたりとかで、一部使いづらいところ若干ありましたけれども、今ご紹介しております CHC ナビであれば、すべて日本語表記になっておりますので、どなたでも使いやすいものとなっております。本日はですね、皆さんに分かりやすいようにハンドルが一人で動いている様子をご覧いただいております。こちら、位置情報のブラックを取りまして、トラックがマッチル式のようにハンドルが自分で動いてくれるようにというものになっております。位置情報のブラックを取りまして、トラックの位置から2人の位置から水道のマッチルを取りまして、しやすいですし、中を見ていただいたら、あの終了センサーと、あと水分を測るセンサーが中に入ってますので、はい、もう今グレンタンクの中にどれだけもみが入っているっていうのも画面上で確認ができるようになってます。例えばこういう電源機械とか導入すると、まあ、電力を作って、
といけないと、そういった時今まで手書きの CM 作ってた、あるいはExcelを作るのかというかで、Excel を作ってた、そういうお客さんの手間をですね、偵察業だと思って、ね、日誌を作ることを作る。タリーのタイプでですね。で、もう一つ上のなんか作業をしたいという方にはこういった開閉して足を上げていくようなタイプも人気が出てますね。あとはこちら新型の花なんですけども、今日はもう目玉商品で前の新型の花が2年までありますからね。4年の花が花の向こうにあるんですよ。これらのなんかちょっと目玉商品なので少し安いので、見比べていただきながらですね、普通の花と変わったところはこのハンドルの高さ、そしてエンジンですね。そうですね、これくらい感もあるんですね。